はい、どうもこんにちは、ナディです。今日なんですけども、8月5日に、養老フィットネス明石にあるパーソナルジムをオープンすることになったんですけども、ホームページに、大久保駅の改札から徒歩1分と書いてあるんですけども、もうめちゃめちゃ駅前なんで、もう目の前なんで、まあ多分1分だろうということで、ちょっと裸で書いてしまったところもあって、本当に1分なのかっていうのをちょっと歩いて試してみたいなと思います。というわけで今から実際歩いてちょっとチャレンジしたいと思います。駅に向かいます。はい、というわけで今大久保駅の改札の前に来てます。改札の前ちょっといっぱいお客さんというか人がいるので、映っちゃったりなんであんまり映してないですけども、ここから実際1分間で店まで行けるのかっていうのを試したいと思います。ちょっと測るのは僕の時計のストップウォッチでちょっと測っていきたいなと思うので、今から行きますね。では行きます。今から1分、レッツゴー。もうちょうどね、改札を出たところからスタートしたんですけど、まあ、駅を北側に進んでもらって、右側ですね、右側の階段もしくはエスカレーター、エスカレーターを上りだけなんで階段ですね、階段で降りていくという形になります。ここはまあ一般の方を想定して普通に歩いて今向かっております。今日ちょっとあいにくの天気雨なんで、あんまりお天気良くないんですけども、まあ、小雨なんで助かりましたね。実はこれ1週間ぐらい前から撮ろうとしてたんですけど、ずっと梅雨で雨だったんでなかなか撮影ができなくて困ってました。もうすぐ梅雨明けそうですけども、今日もほとんど雨降ってないんでギリギリ大丈夫そうですね。今ローソンとセブンイレブンの間を通って向かってます。もう駅前にコンビニが2つあるんで、僕自身も買い物すごく助かります。そしてここに東宝さんがあります。スーパーとコンビニの激戦区になってます。でその横を抜けるともうすぐジムに着きますんで、もう間もなく着きます。まあ、普通に歩いてるぐらいなんですけど、どうでしょうか。もうちょっと裸では完全に1分超えてますけど、どうなんでしょうか。どれぐらいで着くのか、自分でもこれ本番に一発検証してるんで、どれぐらい着くか、全く分かってないです。さあもう着くよ。今着きました。ストップ。素晴らしいタイム出てます。1分40秒で着いてます。というわけで1分では無理でした、すいません。いや40秒オーバーしてます。まあ、普通に歩いたら1分40秒ぐらいということなんで、足の遅い方でも、まあ、2分ぐらいあれば着くかなっていう感じなんで、すいません、ホームページを至急更新します。でも1分半から2分で着くんで駅近です。ぜひ来てください。8月5日オープンです。はい、ということで、大久保駅の前に、養老フィットネスというパーソナルジム、そして、フィットネススタジオを併設したジムを8月5日にオープンします。あと2週間ぐらいでオープンになるので、ぜひ、初回体験とか、あと施設を普通に見に来るだけでも結構ですので、ぜひお近くにお住まいの方、またお近くにお越しの方いらっしゃいましたら、お気軽にお越しください。概要欄にホームページ載せてますので、よければそちらからお問い合わせ、もしくはインスタグラムとかフェイスブック、ツイッターからもDM よろしくお願いします。というわけで、まあ、チャンネル登録や高評価もグッドボタンを押してもらうとすごく嬉しいです。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。